時刻は11時26分になりました。東京有楽町日本放送の制作で、福井放送、高知放送、大分放送でお聞きの皆さんにもお送りしています。あっこのいい加減に旋回です。番組では今日もメールとファックスお待ちしております。このいい加減に旋回を聞かれるようになった時期だったりとか、今日はちょうど34年目に突入ということもありますので。そうですね。はい。いつものようにあなたがお住まいの地域のお天気の様子だとか、最近の出来事、身の回りの話題、あっこさんへの質問や相談など、メールファックスの内容は何でも OK です。フリーテーマです。メールアドレスは小文字で akko アッコアットマーク 1242.com です。 akko アッコアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242 でお待ちしております。そして12時台後半にお送りする電話で参加していただくクイズコーナー、クイズアコちゃんに叱られる。番組でのアコさんの発言やエピソードが問題になっているクイズ、4択のクイズです。こちらから電話をかけますんで、電話に出ていただいて、答えて正解であれば1万円です。メールやファックスをくださった方で電話番号が書いてある方は自動的にエントリーとなりますので、はい、出場希望の方はしっかりと電話番号を書いておいてください。ラジオネーム匿名でも構いませんが、本当のお名前と住所もお願いいたします。はい、選ばれた方にはこちらから電話をかけますが、この時に5回コール以内に出てくださらないと失格となって回答権が他の方に移ります。選ばれた方と電話がつながってからクイズの問題読み上げますので、ラジコで聞かれている方のようにタイムラグがあっても参加できるというクイズですから、安心してご参加ください。もう既に続々とも感想もいただいてるんですけどね。はい、これはですね、ラジオネーム1990年はロングタイムアゴーさんからいただきました。はい、少し前にアコさんが、はい、キャメラと言わないという、はい、キャメラ封印宣言をしていたので心配していましたが、心配されてたんですか。はい、ちゃんと今日もアコさんの英語が出てきて安心しました。はい、ダイアリーいただきました。はい、それいただいたっていうのも面白いですね。なんかね、はい、面白いですね。うん、あとはですね、横浜市のラジオネーム、うちの主人も工事です。ああ、そうですか。はい、あこさん、結局寝たの夜11時だったんですね。はい、そんなに夕方6時には眠れないんですよね、意外にね。はい、先週ご主人が外食していたしてから、はい、静かに帰りますとおっしゃってましたよね。そうです。はい、はい、朝から本当にすっきりお疲れ様でした。ありがとうございました。いただきました。はい、あとは我孫子市のラジオネーム、私の彼は御用聞きさんですね。御用聞き、はい、番組の冒頭から日本放送の社長にソフト恐喝。さすがお子さんです。普通ね、オープニングで言うたらね、今頃飛んできますよ。けえへんねん。これがけえへんねん。しぶといわ。しぶといってなんすかそれ。すごいわ。面白すぎますね。本当に。今日は TBS なんかもう私の誕生日を何にしようか1ヶ月前から悩んでるんですよ。そうですよ。経験ね。さすが長寿。別に困ってないけどな。困ってないけど休んだろ、あれ。いや、やめてくださいよ。そんなことは関係ないね。群馬里さんはね、いや、丸33年すごいですね。ありがとうございます。でもすごいのに何もないっていうのが、はい、いい加減に旋回っぽくていいですねって感じです。ぽくていいってどういう意味ですか。わかりません。そうか、何もないっていうのがね。そうですね。はい、まあまあ、物やないからね。そうです、ね。セブンさんがついてるね、私には。セブンイレブンさん。本当にもうずっとセブンイレブンさん一緒に出てきます。ありがとうございます。はい、引き続きメールファックスお待ちしております。お待ちしております。それではここで番組からのお知らせです。はい。3週間後になるんですけれども、4月22日土曜日、はい、このいい加減に旋回は、こういうスペシャルな内容でお送りいたします。はい、和田アキ子&米倉涼子、豪華ツーショット。ラジオで再会スペシャル。私失敗しないので。そうなんです、4月22日ゲストに米倉涼子さんをお迎えして、あこさんとのスペシャルトークをお送りすることが決まりました。はいはい、今流れてるのは米倉さんの代表作の一つ、ドラマドクター X 外科医大門未知子のテーマ曲ということで、うん、このドラマも高視聴率で有名で、はい、2012年にスタート以来2021年までこれまでシリーズが7作制作されていて、はい、私失敗しないのでというのはね、はい、もう米倉さん演じる主人公の中の決め台詞という、うん、ドラマ
決め台詞、はい、というこの米倉涼子さんがですね、うん、ついにこの番組に来てくださることになりました。嬉しいね本当に。アッコさん、米倉涼子さんとはもう長いお付き合いですよね。はい、長い、まあまあ、 そんな密ではないですけど、うん、たまに会いますね。あの米っていう風に言ったりするのはもう昔からですか。はい、もう昔はね、米倉とかって呼び捨てだったんですけど、はい、なんか飲み屋でよく会うようになって、みんなが米米って呼んでるんで米ってなりましたね。あの、はい、昨年の3月ですよね、米倉涼子さんと久しぶりに ね、はい、あのブルガリのアウローラアワード2022、はい、国際女性デー発表記者会見に、もう本当に華やかなセレモニーに、はい、米倉涼子さん、アッコさんがこう共にそうです、ね、まあ、ご出席と、はい、その時になんか電話番号をもう一回再確認して、はいはい、でいい女になろうねお互いになんて言って交換したのを覚えてますね。そうなんです、ね、なんかね、あのお中元とかお歳暮とか結構気使って送ってくれるんですよ。へえ、うん、美味しいもんとか食べるもんとか飲みもんとかね、うん、いやだから米倉涼子さんはどちらかというとこうドラマの世界の方だから、うん、はい、まあ、アッコさんとこう飲み屋での交流はあってもこういう形でラジオでのご共演はないですね。なかなかあんま喋るのもないですね、うん、彼女は今なんか映画館ではやってないけど、なんか映画をなんか、うん、ご遺体をなんか、うん、外国から日本に連れてくるとか、なんか今スポットで流れてるけど、そのあ、映画かなんか取り置いて、そうですよね、だからその話もいろいろ聞きたいですね、はい、今ちょうど話題になってる作品もありますし、うんうん、あとはこの時のセレモニーの写真なんか見るとアッコさんは真っ白なドレスで、はい、米倉さんが割と金色で、そうですね、米倉さんスタイルいいですけど、アッコさん並んでこれさすがのアッコさんもスタイルいいですね、このお二方。米倉さんスタイルいいんで、アッコさんもさすがにスタイルいいんですって、私言葉がこれはそういう言い方はどういう意味なんですか。うん、負けてないと言いたかったんですけど、米倉さんはスタイルいいんですけど、アッコさんもさすがにって、引き続きメールお待ちしてます。なんかよくわかんないですけど、あのもうマジでや、もう本当にね、そうですね、はい、いやでも米倉本当にスタイルいいもんね、すごいですよ、うん、はい、コマーシャル見ててもあの化粧もね本当にナチュラルだし、はい、日本人でこういうスタイル良くて顔も良くてっての珍しいんじゃない。だってシカゴとかやってたもんね。そう、ミュージカルの時の舞台映えする米倉さんとかもすごいです、うんうん、どんな話が聞きたいかこのリスナーの皆さんにも、ね、そうなんです、教えてほしいね、はい、もうぜひ、あんまりラジオに出るってことないだろうから、はい、テレビでもあんまり見ないでしょ、バラエティでなんか番宣とかに出るぐらいだから、まあ、リスナーの皆さんが米倉涼子さんに対してどんなイメージを持ってるとか、うん、どういうことを聞きたいとかね、代弁で、私もそんなに密ではないから飲みに行ってるぐらいしかない、終わっちゃうかもいや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 、お互いにもいろいろと、一回飲もうかって言ったらなんかほらやっぱ体の調子があんま良くない時もあったから、精神的に、はいはい、そういう話も悩んだりした時は誰に打ち明けたりとか、そんな話もいっぱいできるといいですね。はい、もうぜひあの皆さんからの質問もメールで募集したいと思います、はい、メールアドレスはいつものように小文字で AKKO です、はい、アッコアットマーク 1242.com、 アッコアットマーク 1242.com、はい、いやアッコさんと米倉涼子さんのトークどんな展開になるのか全く予測つかない分楽しみですね、女の女子会やってみますから、はい、はい、米倉涼子さんの登場は4月22日です、カレンダーにもぜひチェックしておいてください、カレンダー、はい、アッコのいい加減に1000回どうぞお楽しみに。